ただきます。彼女の名は飯塚智子、37歳。かつて日本一に輝いた元マウンテンバイクライダー。競技は違うが同じ自転車。マウンテンバイクの女王からガールズ競輪の女王へ華麗なる転身となるはずだった。なんかもう全く違う乗り物でした。待っていたのは苦悩と葛藤の日々。デビューから5年、未だ優勝はない。しかし30代後半となった近年、年を追うごとに調子を上げてきた飯塚。飯塚が差し切って5輪。そこには彼女の走り方を変えたあるレースがあった。大阪府岸和田市、岸和田競輪場。2月、大寒波が西日本を襲ったこの日、バンクには男子の選手たちと練習に励む飯塚の姿があった。その自転車に乗るセンスはすごいあると思いますし、飯塚さん以外全員男子の選手なので、ここの訓練に入ってきてくれただけでもすごいなって僕は思いますね。頭の回転がいいんでね、判断力はいいですよね。主導権取るのは誰かとか、一番強い選手をこう見極める力とか、そういうところはやっぱり強みですよね。追走の技術とかも上手いですし、展開を読む力とかもあると思うんで、レース見てて後方になってるのはあんま見たことないんで、位置取りが上手いと思います。飯塚の強みはレースの展開を読む力。ある程度出走表が出た時点で予想はするんですけど、誰がどう動くかっていうことと、その動きに対して自分はどこまでの動きができるのかっていうことを考えてるだけです。相手選手たちがどう展開してくるかを見極め、ここぞという場面で一気に仕掛ける。この2番手3番飯塚が差し切って5輪。見事な戦略で過去に16回の勝利を果たす。飯塚の年齢は37歳。体力は年々衰えてしまう。そこで2年前に選手を引退した郡山のアドバイスが何よりの支えになっているという。郡山さんは30代40代って年を取っていくときに、今はこれでいけてるけどこうなっていくぞとかっていうことを言ってくれるんで、そこに向けて心の準備だったり対策が、体も作っていけるし、そういう意味ではいい先輩だと思います。年齢的なもんもあるし、脚力的にちょっとね劣るところがあるんでね、あとはそのレース、組み立てでやっぱカバーするようにっていうのは普段からやっぱり言うてますけどね、若い頃のようにただがむしゃらに練習するのではなく、飯塚は自分に合ったメニューを見出し、レースの展開をイメージしながら練習に取り組む。練習の後は近くのお好み焼き屋さんで昼食。いただきます。いただきます。美味しいです。地味。選手の仲間たちと英気を養う。1979年、飯塚は生まれた。運動が大好きな女の子だった。
24歳でマウンテンバイクを始めるとたちまちその才能を開花、ナショナルランキング1位に上り詰めた。その腕前は冬ヘルは冬スキー場になって冬場使えないんで、その間ここでよく BMX で練習してました。コーナーを曲がるときにいいスピードで突っ込んでも曲がれたりとか、一つ一つのものをクリアしていくのがやっぱり楽しいなと思いました。2008年には国内を飛び出しアジア大会で2位表彰台と、その実力は世界レベルに。しかし30歳を迎えた飯塚に心境の変化が。オリンピック種目でもないし、スポンサーがつかなくて朝から晩までバイトで生活費稼いで貧乏な生活を続けてても、10年後20年後になった時に、まあ、ツケが回ってくるなって思ったんで、1位でいたいっていうその維持よりも自分の生活、将来の生活を取りました。飯塚はマウンテンバイクを断念した。選手としてはやりたいけど、一社会人としてお金はないのがどうかっていうところで、ちょうど一期生が募集されるってなって、あ、やってみてもいいかなってそこで初めて思いました。32歳で競輪学校に入学。競技は違うが同じ自転車。飯塚は自信にあふれていた。しかし全く違う乗り物でした。今まで運動経験がなくて適正で入った人よりも距離も乗ってる、ペダリングも綺麗、力もある。で、なぜ負けるのかが分からなかったです。勝てない理由が分からぬまま月日だけが過ぎていった。初勝利までにかかった日数はデビューから1年10ヶ月。そしてその後、また勝利から遠ざかってしまう。どうすればいいんだろう。失意の中、あるレースが彼女を変えた。2015年6月、青森でのレース。赤色の飯塚が先頭を取るも、3番の飯塚がここで控えましてまくりが決め手の飯塚の場合、先行の選手についていくのが競輪のセオリー。しかし消極的だった飯塚はここで控え、レース終盤後方から一気にまくる作戦に出た。その結果、自分より脚力のある選手たちをまくれず6着。するとある人物が声をかけた。競争終わって帰ってきたら、郡山さんに、お前なんであんな動きすんねんって言われて、でも私は自分のできる最大限の走りがあれだと思って自信を持って言ったんですけど、自分で勝負もせずで、まあレースの流れに応じてって言っても、後ろの方ばっかり張ってゴール勝負に参加できないっていうスタイルだったんでね。だからそこはやっぱちょっとこううるさく言うて、やっぱり外にへばりつく方が有利かなっていうのを想定して、やっぱりレースを組み立てろと言いましたね。そういう考え方で走らないと、この先こう安定した着は取れないんだなと思って、そこからこう予選も決勝もレースでの動きが変わったとは思います。青森でのレースから2ヶ月後、飯塚に変化が。序盤から積極的に先行選手の背後を捉え、他の選手に入られる隙を与えない。そしてレース終盤までトップの背後を奪われることなく、最後は差し切って1着。強い気持ちで臨んだ飯塚は、中村ゆかりなど強敵たちを相手に勝利を奪った。飯塚智子37歳。
優勝したいです、まあ、しっかり展開読んで自分にチャンスが来たと思った時に今までやってきたこと全てが出せる状態に持っていっておくことが大事だと思います。青森でのレースを皮切りに進化を続ける飯塚智子、悲願の優勝はもう目の前だ。